そこで今夜はですね、普段はなかなかこう知ることのない。サッカー日本代表の裏側。監督と選手の関係。そして海外組国内組の状況など。この方にいろいろ伺っちゃいます。元サッカー日本代表の田中誠さんです。どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますね。もうあといよいよまで。そうですね。一回前ですね。っていうね。状況になってきました。選ばれた選手たちはね。はい、まあほっとはします。してるとは思うんですけどね。ね まあこれからですね。これからなわけですよね。はい。えー、今日はいろいろ普段聞くことがない裏側にどん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 こうパスを投げてきます言。言える範囲で、はい。<laughs> 言える範囲でお願いします。はい、はい。まずこれ日本代表に選ばれるかどうかっていうのは事前にある程度まあなんとなく予想できてるもんなんですか。僕はあの2006年ドイツ大会で、はいね、まあ選ばれたんですけど、誰、うん、ながら途中で帰ってきたと。 まあその時は確かに事前に何も知らされてないです。全く本当に知らないんですね。僕は知らなかったですね。はい、で、その記者会見で自己監督の、はい、まあそのテレビで見て、僕は静岡の浜松で住んでたんで、はいはい、そこで田中って呼ばれて一反身となるほどそんな感じでしたね。まあみんなだから選ばれればそこはっていうところですけど全く分かんないもんですね。そうだから一応試合に。 ある程度出てる選手はまず大丈夫だろうっていうのはあるんですけどでも実際は何も知らされてないので本当呼ばれるまでわかんないですよねご自身が日本代表選ばれた時はもうどんな気分だったんですか正直いやま本当サッカー選手としてはワールドカップ出るというのが目標だったんでやっと出れるんだっていうまず嬉しかったですね素直に嬉しい素直に嬉しいですねはい さあじゃあ今日発表された日本代表メンバー23名を改めてここでご紹介したいと思いますまずはゴールキーパー川島英二西川周作権田修一ディフェンダー今野泰幸猪葉雅彦長友佑都、森重正人内田篤人吉田麻也酒井宏樹 堺豪徳。ミッドフィルダー、遠藤康人。長谷部誠。青山敏弘。山口蛍。フォワード、大久保義人。岡崎慎司。本田圭介。香川慎司。清武宏。柿谷陽一郎。斎藤学。大迫祐也。 この以上二十三名ということなんですけどね。はい。さああの今回の選出田中さんから見て、はい、まずはいかがですか。どんな印象、まあ、ベースとなるメンバーは順当に選ばれたかなっていう感じですよね。はい。まあやはりそのさケロニー監督がそのチーム作りの上では、まあ、当然ベース主力がいるわけで、うん、まあそれをやっぱり主力として考えてチーム作りするわけですから、まあこれが海外組プラスね。 何人か国内組がいますけど、うん、まあそれプラス、ね、その4年間の準備の間に、まあ、いろんな選手を試しながら、はい、いい組み合わせを見つけていくということで、うん、まあこれが、ね、今考えるザックさんの、まあ、ベストメンバーとですねじゃあここでですね日本代表に選ばれた香川選手のコメントをお聞きください。どうぞ これ、聞くわけですね。はい、まあ、率直にほっとしたというね。僕としてはですね。やっぱり、その気分なんですね。はいまあ、外れるわけがないと。<laughs> 思いますけどつつ、ね、外から見ればね、うん、まあ本人は確かに本当監督から呼ばれてみないと分からないという状況でしたよね,ねやっぱり4年前の状況もありますしねねそうです、ね、<ー>まあ本当に寸前で外れる選手もいますしそ,うです、ねまあ、それがあって海外という場の、ねはい、また進む方向になったとっいうのもあると思いますけど、はい、ただ、今回はそのメンバーに入ることは目的じゃないと、はい、やっぱり結果を出すんだとそうです、ね、この辺やっぱこうシビアなね。 もう5度目のやはりワールドカップ必要なんで当然、予選突破はまあ当たり前だと本当今度はもうベスト16以上を目指していると思うしまあ本田選手も言ってますけどねまあ優勝とかねそう高い目標を持ってやるのがやっぱり今の日本代表チームのモチベーションでしょうね、うん、ちなみにこれ香川選手は代表の知らせを飛行機の機内でなんか機長から聞いたっていう話なんですけどね。これまたすごい まあ一応、香川選手が今、移動していると機内に連絡行ったんですかね、協会の方から。何なんでしょうね、僕もちねそこはちょっとね、分からないんですけど、ただ雰囲気的に、トキはまもなく成田空港に着陸いたします。えー、成田の 天気は晴れ気温は二十二度 <laughs> そして香川選手日本代表に選ばれました以上ですおめでとうございますうそのぐらいのね演出があったら面白いなと思うんですけど、はい、あったんじゃないですかねね、うん、すごいことですよね空の上で聞くさあじゃあ一曲お送りした後はですねワールドカップ開幕まで一ヶ月日本代表の今後のスケジュールそしてこれから日本代表がするべきことについて田中誠さんに伺います さあ曲はナオトインテリアにいきましょう。The world is ours。どう言おう話なんですかね。カナ選手おめでとうございますっていう。っていう感じだったんですよね,、はい、<laughs> ね。どうやって情報を得たのかってな確かに。でもテレビは<ー>いや生放送は流れないよね多分ね。まあ,あのもう。 選ばれるっていうことがまあ教会の中では分かってるじゃないですか。だからその時にもうどの便だっていうのをてて事前に <laughs> 連絡してやれみたいな。うん、<laughs> はい。でも機長からっていうのも面白いですね。まあでも機内の中はおおって感じでしょうね。ね逆にこう乗ってるの知らない人は、ね。いえ乗ってるのてるみたいな。<laughs> さすがにビジネスクラスぐらいに乗ってそうですからねね,ね,ねあれか、でもまあ乗る前に分かるかな,かなで,か、ね、でもでも香川選手ぐらい有名だと少し遅れて,遅れてああそうかそうかするかもしれないんでね確かに初めに乗っちゃった人たちはね分かんないかもしれないですよねでも絶対こう お席を立たないでくださいって状況になりそうですよね。最後 <laughs> はご遠慮ください。まあ、でも、やっぱり万有でもね、試合でなかったんで、少しね。期、ね、間もあったと思うし。 ミュージシャンですけどこの人もサッカーうまいですよね音楽の分の情熱をサッカーに向けたら日本代表になってもおかしくなかったんじゃないかなと個人的には思っておりますイインチラお届けしましまたさあそして今夜の「ハローワールドは」はゲストに元サッカー日本代表田中誠さんをお招きして今日メンバーが選出されましたサッカー日本代表についてフォーカスしております さあ,あのワールドカップ5大会連続まあ5度目の出場で、はい、ベスト8以上の成績を目指す日本というところなんですが今後の日本代表はどんなあのスケジュールになってるんですか、ね。基本的にはもうまあ海外組はまあ1年シーズンが終えて、はい、少しやっぱり体を休めないと、うん、またいけないと思うし怪我も出てきてくると思うので、はい、海外組は少し調整をさせながら。はい まあでもそうは言ってもまあ準備期間が1か月しかないんでい、ね、その中でも戦術の確認だとかまあコンディション調整に努めると思うんですよね。僕らの頃は意外とやっぱり強化合宿的な、まあ、体力作り的なことをもう1回やったし、はい、そ,っそこから親善試合だとかでまあその戦術の徹底をやりましたねそんな感じでスケジュールが組まれていくんじゃないでしょうかね、はい、まず日本代表5月27日キプロス埼玉スタジアム。 でえー、走行試合には挑むというわけですね、はい、でその後はアメリカで事前合宿を行って6月14日、これ日本時間の15日、うんえー、コートジボワールとの初戦の1週間前をめどに、うんまあ、ブラジル入りをする予定ということなんですね。うんえー、初戦の後は19日、えー、日本時間の20日にギリシャ24日、えー、日本時間25日にコロンビアと対戦ということなんですけど、はい、この一次リーグの C 組はどんなリーグですか いやっいぱやり難しいと思いますよ、うん、まあ見てるというか、まあ、サポーターの方はね、まあ、2勝1敗だとか3連勝とかね、期待はしていると思うんですけど、いいね、やはりその予選を勝ち抜くにも、やっぱり厳しいグループに入ったのかなっていう印象ありますよね,すねまず初戦のコートジボワールですもんね、まあ本当に身体力が高くて、僕馬、ねまあ、もいますし、うん、その世界のやっぱりリーグでやってる、ね、まあレギュラーで張ってる選手たちが多いですから。うん やっぱり簡単な試合ではないでしょうね。ねギリシャとか、まあコロンビアはあれですけど。ギリシャってどんなチームなんですか。ギリシャはやはりそのやっぱり体が大きくて、まあ健守と言われて、まあヨーロッパ予選もまあ最初失点ということで、はい、まあ我々硬いチームですよね。うん、まあでもヨーロッパの選手たちってやはりその、まあ、日本の気候もそうですけど、はい、その湿度、<laughs> <に>湿度にやっぱり弱いのかなっていう、うん、まあ過去のその。 試合を見てもやっぱりヨーロッパのチーム,チチームのほうは日本でもやった試合もそうですけど、はい、そういうところでの気候では弱いっていうイメージがあるんで、うん、まあ日本だったらその日本の,この気候と似てる部分がブラジルはあるんで、はいはい、まあそこは問題ないかなと思いますね。すね場所にもよりますけど正直言うと日本ほどの例えば夏のあの暑い時の、うん 出動ででででははないので、はいのそういう意味ではまあでもやっぱり日本の,そのパスサッカーをうまく多用してもうギリシャの選手をもう動かしちゃえばギリシャはもう疲れちゃうかなっていう、はい、<laughs> そういう作戦もいいかなと思いますね。はい、こうベスト8をこう目指すのにですねこれからの日本代表がするべきことっていうのはどんなことがまあやはりその ダックさんが考えるのは自分たちのスタイルを貫くということこのメンバー選考もやっぱり攻撃的な選手をたくさん入れてますからより攻撃的にいくんでやろうと思っているので、うん、まあそれにやっぱり磨きをかけるコンビネーションに磨きをかけるということをもう追求していくしかないのかなと思いますね今回、平均年齢が26.8歳ということなんですね。あ、うん、あのまあ ちょっとこう年齢が若くなりましたね、はい、平均年齢でいうと、過去の大会に比べて。はい、これはやっぱりこう若い選手をどんどん投入していこうっていう。なんかあのザクさんの,その記者会見で若い選手のフレッシュさをまあそれで選んだと、うん、まあ同じぐらいの力でも若い選手のほうがそういう回復力もそうだし、はい、あとはその試合の移動距離がある上で、その。 若い選手の方がフェンスに挑めるんじゃないか,ないかとっていうことで、まあ、元気のある選手を選んだということで、うん、まあそういう部分では、まあ、多少問題ないのかなという気はしますけどで,す、ねまあ、でもあのチームの中には経験値の高い選手というのがこうチームワーク、はい、チーム引っ張ってくるとすごい重要なポジションになってくるという部分もあって、うん、例えばその、まあえてここで弱点を上げるとしたら、うん、どんなところが今。まああの 僕は思うのにはやっぱり高さかなとまあその当然日本のスタイルは細かいパス、はい、そしてドリブルで相手を崩すっていうことですけど、はい、まあそのギリシャもそうですし、まあ、コロンビアも背の高い選手がいっぱいいますし、はい、そのハイボールに対して、まあ、日本、まあ、吉田選手、まあ、あとは今野選手、まあ、森重選手もいますけどまあ平均180ちょっと。うん、でも、はい 海外の選手は185ということでやっぱりその相手をそのパスサッカーで翻弄させるけどそのセットプレー一発でやっぱり失点をする可能性もあるでそのでセットプレーに対してやっぱり対策を練る必要は多少あるんじゃないかと日本対策として相手も分析してくるんじゃないかなと思いますね,ね、まあ、でも今回その23名の中にその海外組が12名ですか、はいはい、約半分近く入ってきてるわけですよね。はい それだけ選ばれた代表の中に海外組が多いっていう考え方よりも海外で活躍する選手が増えたからっていうところもあいとあとはその実力も日本の選手たちの実力が上がってきたていうのもありますしクさんもそれを見てやっぱり海外組で厳しい環境の中でやって実力も伸びているとそういった選手を選んでるわけですからそれでやっぱり海外の試合に挑もうていうクさんの強いしっていう感じですよね。はい